レオンはアデレミ・バログンはドイツ・ベルリン出身のナイジェリア代表サッカー選手。レンジャーズ FC 所属。ポジションはディフェンダー。地元クラブのトゥルキ・エムスポル・ベルリンでプロとしてのキャリアをスタート。2008年、ハノーファー96人席。2009年4月19日のハンブルガー SV 戦でブンデスリーがデビュー。2014年夏にホルトゥナ・デュッセルドルフとの契約が 満了、3ヶ月ほどの無所属期間を経て、シーズンいっぱいの契約で SV ダルムシュタット98に加入した。2018年5月22日、ブライトンホーブ・アルビオに FC に2年契約でフリー移籍することが発表された。8月19日のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦で負傷したルイス・ダンクに代わり投入されプレミアリーグ初出場。 ジアメックスでのホーム戦で3から2と勝利を収めた。12月4日のクリスタルパレス FC をホームに迎えた M23 ダービーにおいてシェインダフィーの一発退場を受けパスカルグロスとの交代でピッチに立つとその23秒後に移籍後初ゴールを記録した。翌年8月27日ブリストルローバーズ FC 戦でエフルカップデビューとなった。 2020年1月31日、エフルチャンピオンシップのウィガンアスレティック FC へ半年間の期限付き遺跡となることが発表された。自身はドイツ生まれだが父親がナイジェリア人であったためナイジェリア代表を選択した。2014年3月の親善試合メキシコ戦で初招集。この試合後半初めから出場したが負傷のため20分で交代した。 2015年3月、ウガンダ戦で1年ぶりに代表戦出場。6月のアフリカネーションズカップ2017予選にも出場した。ヨルバ人の父とドイツ人の母のシュタベルリンに生まれる。ローマカトリックの家系で育ち幼少期よりカトリック系の学校に通うが、厳しい教育に反発し人格形成期には無心論者となる。それでもキャリア初期の困難な時期に、 再び進行し始め、現在は敬虔なクリスチャンである。ドイツ語の他英語にも精通しているが、ドイツ文化に同化させる両親の方針により、ヨルバ語は習得していない。2019年12月、サッカー界における人種差別問題に対して連帯して取り組む必要があるとの見解を示した。ありがとうございます。